こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は丸ごとトマトの無水カレーの作り方を紹介します。用意する材料はトマト、玉ねぎ、カレールー、牛肉です。半分に切ってここのヘタの部分を落として、あとはもう好きな感じで乱切りにして、どんどんとお鍋に入れていきます。では玉ねぎをカットします。では繊維に沿って薄切りします。で玉ねぎの上にお肉を敷き詰めていきます。では蓋をして火にかけていきたいと思います。では弱火で50分ほど蓋を開けずに煮ていきます。50分経ちましたので火を止めます。そうすると、お、こんな感じで水分がいっぱい出てます。ではこの中にカレーのルーを1箱分入れていきます。カレーのルーが溶けたので、弱火で少しだけ火を通します。できました。食べてみてください。あ、これめっちゃ美味しい。なんか思ってたより美味しいよね、これね。思ったより美味しい。お水を一切使ってないんですよ。これにね、あの、ナスビを入れるとね、もっと美味しい。これからの季節、夏野菜や入れたカレーでもいいですね。
いいかも。これにね、もうちょっと言うならじゃがいもが入っとったらね、もうちょっと美味しかったかもしれない。あ、じゃがいもが入るとですね。じゃあ次作るときはじゃがいもを入れたいと思います。でもこれね、上出来。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。